太陽隠れてきました。ちょっとだけ我々が隠れただけです。そうですね、この皆さん暑いですよね。まだちょっと直射日光的な角度になってきたんですかね。当たってますよね。早く太陽がね隠れてくれることを願いながら、はい、皆さん水分補給しっかりお願いしますね。ではステージの方にご登壇いただきましょうか。はい、はい、まずは JT サンダーズ越川優キャプテン、サントリーサンバーズ、柳田正弘選手、ジェットコスティングス浅野博明選手、 FC 東京手塚大キャプテンです。お願いいたします。はい、よろしくお願いします。どうぞお座りください。右側のマイクを手に取っていただいて、いろいろとお話を伺っていこうと思います。じゃあまず先頭でね入場していただきましたので、越川選手、はい、これだけのたくさんのファンを前にして今どんなお気持ちですか。いや、すごいですね、ありがたいです ね、はい、この距離いかがですか。近い今までいや、でもあれじゃないですか、皆さんほらあのね、こうやって目の前でやっぱり好きな選手見れていいんじゃないですか。いやー、もうたまんないと思いますけどね、はい、緊張感ないですか。大丈夫ですか。ないです。あ、わかりました。柳田選手もいかがでしょうか。これだけたくさんのファンを前にして今のお気持ち。いや、僕はあの緊張してます。あ、緊張してますか。緊張されてます。ちょっと引きつってます顔。そうです。大丈夫ですか。大丈夫です。リラックスしてください。皆さんかなり前から並んでいらっしゃったので、ぜひいろんなところに目線を送ってあげてくださいね。そうですね、はい、で周りにね、もうあの本当に大先輩方がいますんで、はい、あの困ったら助けを求めてもいいんじゃないかなと思います。そうですね、はい、浅野選手もいかがでしょう。同じく緊張しています。本当ですか。本当です。顔は笑顔ですけど。え、顔は笑顔ですけど。顔は笑顔ですけど。わかりました。手塚選手、まあこんなに近いと思わなかったんでそうですか。ちょっとびっくりしてますね。え、ちょっとあのすごい細かいところまで見えるかもしれないので、はい、よろしくお願いします。そうですね、大きいカメラ持ってらっしゃる方もいらっしゃいますね。あんまりアップしすぎるとね、皆さんね、はい、飛んじゃいますからほどほどにしていただいてよろしくお願いします、はい、ではちょっと聞いていこうと思うんですが、まずは越川キャプテン、はい、昨シーズン JT サンダーズ、はい、優勝おめでとうございます。改めておめでとうございます。優勝して、まあ、オフを迎えてで、はい、この今シーズンを迎えるにあたって何か今までと変わったこと、何か感じたことってありますか、チームの中で。まあ、やはり広島で の、初めて の優勝ということで、本当に広島の皆さんはじめ本当に JT ファンの皆さん本当に喜んでいただいて、まあ、今年もすごい期待されてるなっていうのは感じますね。なるほどね。前年度、まあ、チャンピオンとしてどんな戦いを今シーズンしたいな、しなければいけないな、思いです。どういうふうに思いですか。まあ、やはりチームとしては優勝連覇というものがかかってるんですけども、まあ、それよりもやっぱり試合試合を戦って本当に見に来てくださるお客さんに喜んでもらえるようなバレーボールをすることが一番だと思いますし、まあ、その結果が優勝につながればいいなと思ってます。ここまで準備はいかがですか。そうですね、まあ、チームとして昨年のメインメンバーが2人抜けてるので、やはり、まあ、ちょっと厳しいところはあるんですけども、やはり今年は今年の色を出して、戦っていけるような準備はしてきてます。なるほど、まあ、そこそこ手応えを感じているというふうに私は受け止めましたが、では柳田選手、本格的に V に参加するのは、まあ、初めてということになるんですけど、今どんなお気持ちですか。まあ、初めてのプレミアリーグに参加させてもらうので、まあ、でも若手とかそういう気持ちはあんまり考えずに思いっきりやっていきたいと思います。もう物おじせず先輩方と一緒に練習してる感じですか。そうですね、先輩たちがすごい声かけてくれるので、僕自身もすごい伸び伸びバレーはできています。なるほど、はい、で、柳田選手はね、もう本当にワールドカップでも大活躍して、改めてそのあたりもね、皆さんねぎらっておきましょうか。本当にお疲れ様でした。大きな拍手を。お疲れ様でした。どんな価値のある大会でした、ワールドカップは、柳田選手にとって。いや、まあ、本当になかなか経験できないような上位国とも対戦することができたので、まあ、そこの課題とかいろいろ見つけることもできたので、自分のバレー人生の中で大きな一つの大戦だったと思っています。しかしこれからは、まあ、V プレミアリーグの方になっていくんですが、そのあたり切り替えというか、何かこのあたり切り替えてやっていこうかなというポイント、ご自身の中で置いている部分はありますか。まあ、あんまりそんな考えているというわけではないんですけど、やっぱりサンバースにはサンバースのスタイルがあるので、自分もそれにしっかりと染まれるように、まあ、とにかくその
一日一日全力で今は練習しています。なるほど、ありがとうございます。そして J ティックトスティングス浅野選手も伺っていこうと思うんですけど、浅野選手もワールドカップお疲れ様でした。ありがとうございます。体調面体力面いかがですか？そうですね、まあ大会終わってから少し休みをいただいたりしたので、今はなかなかいい感じです。今シーズンに向けて、J ティックトスティングスチームの方はいかがでしょう？そうですね、新しい助っ人選手も入りまして、まあ攻撃力も上がりましたし、その面あと今まで通りの粘り強いチームっていう面も意識してやっていきたいと思います。順位、まあ昨シーズン6位ファイナル6にも進出しましたけど、順位は今シーズンどのあたり目指したいですか？まあ、チームとしてはもちろん優勝を狙っていきたいと思いますけど、まあ一戦一戦の目の前の試合を集中してやっていきたいと思ってます。なるほど、ありがとうございます。そして FC 東京手塚選手、ちょっと待ちくたびれてる感じです。そうですね、待ちくたびれました。お待たせしました。もうまだたっぷり時間はありますんで、はい、ここからいろいろとお話しいただければと思いますけど、はい、まず FC 東京、ここまでシーズンを迎えるにあたって準備いかがでしょう？そうですね、まあ、チームの雰囲気も、まあ、徐々に上がってきてるんで、まあ、いい状態ではあると思います。キャプテンとして何かまとめるにあたって今シーズン気をつけてきたことってありますか？そうですね、まあ、練習やっていく中でやっぱ選手同士で話すっていう機会が、まあ、去年よりは増えてきたんで、まあ、そこがちょっと去年とは違った形になったと思います。まあ、ちょっとここ数シーズン苦しい戦いは続いていますけど、今シーズン FC 東京どんな戦いしましょう？まあ、去年とは、まあ、守備力がちょっとアップもスキルアップして、まあ、チームの状況もまあだんだん上がってきてるんで、まあ、引かないで、まあ、攻めの気持ちを忘れずやっていきたいと思います。なるほど、攻めていく気持ちでね、そういう風に力強い言葉をいただいたんですが、さあ 4人、ね、横並びで今ステージの上にいらっしゃるわけで、手塚選手今お話いただいてたので、じゃあすごい手塚選手から横のお三方に何かこうこの場を借りて質問ぶっ込みませんか？どなたでも結構です。指名をお願いします。じゃあ柳田くんで。そうですか。まあ、休みの日はまあ普段何やってるんですか？柳田選手、休みの日何やってますか？いや、基本的にはあのゆっくり布団で寝てるんですけど、あの最近だとちょっとこう自分の部屋のをちょっとこういろいろ家具とかを揃えたかったので、そういうあのニトリとかそういうなんか家具屋さんとかよく回ったりとか、ついこの前はあのナンバ、ナンバ、ナンバですね、イントネーションナンバ、ナンバ、はい、南、大阪の南の方に、あ、はい、そう、ナンバの方に行ってあの家具屋さんとか回ったりとか。あ、そうなんですか。してました。なんかおしゃれっぽいイメージですよね、お部屋。どんな感じなんですか？いや、おしゃれではないですけど、あの入ってきたばっかりで、その全日本に行ったりして、あの部屋があんまりできてなかったんで、ついこの前まであの地べたに布団を敷いて寝てたんで。あ、そうなんですか。はい、まずベッドを買ったりとか、あと机とかを買ったりして。机？はい、机。え？机？あ、勉強。はい、勉強というか、まあそうですね、机。部屋でいろいろ研究したり。テーブルですか？机ですか？学習机？机と椅子なんで。机。まあ、机ですね、はい、なるほど、まあ、そういうふうに生活必需品をちょっと揃えていたということですね。はい、じゃあ今ね、手塚選手から柳田選手だったんで、柳田選手からどなたかの選手にちょっと質問してみましょうよ。じゃあ浅野さんに。浅野さんに、はい、なんもないはね、あの全日本でも一緒に、ね、過ごしていた時間もあったかと思うんですけど、その時はこう2人で喋ったりとかはありましたか？そうですね、結構若い方の2人なので、まあ、そこは仲良くさせていただきました。なるほど。いや、後輩で先輩なんで謙虚、ね、うん、ないですか柳田選手、何か質問。そうですね、いや、あんまないかな。じゃあちょっとあの僕からっていうのは何なんですけど、はい、あの星川選手、
元々急に来ましたね。すいません、はい、サントリーサンバーズじゃないですか、はい、その元サントリーの OB として、はい、まあ、OB というのは失礼ですけど、まあ OB ですね、はい、柳田選手にぜひアドバイスを送ってあげてください。まあ電化製品を買うならヨドバシカメラここ、はい、今ここの話、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりここが一番大阪では揃ってますからね。ちなみに越川選手ここで買い物したことは？僕休みの日ほとんどここ来てました。そうなんですか、はい、えだいたいヨドバシに来て1時間2時間ブラッとして。電化製品好き？あ、好きですね。はい、何買ったりしたんですか？いや特に買ったりはしない、まあ、買う時もありましたけど、見てるだけでも、まあ、新製品を見て喜ぶっていう、はい、チェックしてたわけですね。じゃあ柳田選手もいろいろこれから買い揃えるのであれば、そうですね、まあ、ニトリかヨドバシかみたいな。柳田選手いかがでしょう？じゃあちょっと足を運びますね、はい、ここヨドバシも梅田もそんなに遠くないと思います。そうですね、なので皆さんもここに来ればまさに会えるかもしれない。本当ですね。まあぜひそんな日がね、来ることを願いつつ、そろそろ時間が来ましたので、はい、皆さん一言ずつメッセージをいただいていきたいと思います。越川選手お願いします。はい、今日はお休みの中お集まりいただいてありがとうございます。本当に、まあ、今月末から、長いシーズン始まりますので、全国各地、大阪でも試合もありますし、全国いろんなところであるので、ぜひ体育館の方に足を運んでいただいて、直接、私たちに元気を送ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。柳田選手お願いします。今年はやっぱり僕自身が初めての V リーグってことで、まあ、結構特別なシーズンになると思うんですけど、まあ、それでも、まあ、サンバーズの一員として明るさとか元気の良さとかを前面に出してバレーボールができればいいなと思っていますので、まあ、そこら辺を注目して見ていただければいいかなと思っているので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。浅野選手お願いします。はい、まあ、スティングスらしいバレーをしっかりやって勝ちにこだわって試合していきたいと思いますので、会場に足を運んでいただいて応援よろしくお願いします。ありがとうございます。手塚選手お願いします。開幕戦から、まあ、いいパフォーマンスをして熱い試合を繰り広げられるよう頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。以上、越川キャプテン、柳田選手、浅野選手、手塚キャプテンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ大きな拍手をお送りください。いや、ちょっと僕もヒヤヒヤしながらいろんな質問をしてみたんですけど、どうでしたでしょうかね。ヨドバシカメラにね結構お越しになってたっていう、越川選手、はい、まあ、柳田選手もね、この辺りにまた買い物にも来ることになるかもしれない。でも、まずはね、リーグが始まるので、はい、ちょっとそれどころではないかもしれませんけど ね、 ね。さあ、続いていきましょうか。はい、続いてはこの方々にお話を伺っていきましょう。 JT サンダーズ、ヤコ大輔選手、そしてサントリーサンバーズから酒井大輔選手です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どういう部分に気をつけたらジェイテクトは抑えられそうですか？こういうことを聞いちゃダメなんですかね。今まで、いやでもあれじゃないですか、皆さんほらね、こうやって目の前でやっぱり好きな選手見れていいじゃないですか。いやもうたまんないと思いますけどね、はい、お気持ち。いや僕は緊張してます。あ、緊張してます。緊張されてます。ちょっと引きつってます顔。そうです。大丈夫ですか？大丈夫です。リラックスしてください。皆さんかなり前から並んでらっしゃったので、ぜひいろんなところに目線を送ってあげてくださいね。そうですね、はい、で周り